予報センターから熱帯低気圧に関する情報をお伝えします。熱帯低気圧ですが、現在こちら日本から見ますと遥か南の海上、カロリン諸島付近に熱帯低気圧、雲の塊まとまっている状況です。現在この近海、海面の水温がかなり高い状態、30度以上という状況になっています。で、この熱帯低気圧なんですけれども、もう間もなく台風に変わる見通しです。台風22号に変わっていく見通しとなっています。熱帯低気圧、現在午前3時現在はカロリン諸島付近、中心気圧1002ヘクトパスカル、最大風速中心付近で15メートルとなっていますが、もう間もなく今日の午前中には台風に変わる可能性が高くなっています。で、その後さらに西の方に進んでいきまして、16日木曜日には強い勢力、木曜日までには強い勢力へと発達をする予想となっています。その後も西へと進んでフィリピンを接近し、土曜日には南シナ海の方へと入っていく予想となっています。熱帯低気圧、今日の午前中には台風に変わる可能性が高くなっています。日本への直接の影響はありません。熱帯低気圧に関する最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。